第1試合場に二宮登場です。3回戦でイギリスのブライアントに敗れましたが、敗者復活に回って、その敗者復活の最終戦、相手はアメリカのローゼンスティールです。4分間の試合が始まりました。今日はもう一つその技に連携が見られない二宮です。ここは積極的に攻めていきたいところです。どうしても今はですね、技をかけませんとすぐに指導、注意というふうに反則与えられていきますので、はい、とにかくやはり様子を見ないで先にまず攻める、そして相手側に指導が行くという試合運びがいいと思うんですけどね。ポイントで優位に進めたいところですね。オーストマックに行きました。ローゼンスティールです。実はこの両者ですけれども、前回のパリの大会の時に対戦しています。72キロを超えるクラス、前回の一番重たいクラスですが、二宮が初戦の相手がこのローゼンスティールでした。一本勝ちして二宮は幸先のいいスタートを切っています。実はもう一つ、この大会は無差別級というカテゴリーもあるんですが、この無差別級でもこの両者敗者復活戦で対戦しまして、この時も二宮が勝っています。その意味では去年二宮はこのローゼンスティールを相手に2勝を挙げている、失礼しました、去年じゃないですね、前回2年前になりますが、いずれも勝っている相手ということになります。この試合に勝った方が3位決定戦に進みます。もう片方の審判さあ、おうち、おうち蹴りました、ね、効果がありました。二宮まず得意の大内刈りで効果です。ちょっと審判が山口さん、はい、そろそろ指導に行こうかなという ね、そんなタイミングでしたけれども、はい、まあ、本当に2年前の世界選手権の時は今の大内刈りから体落としへの連携というのがもう面白いように決まりました。そうですね、まあ、やはり二宮選手、当時はあまり知られていなかったので、はい、技もうまく決まりましたけれども、やはり研究もされておりますし、まあ、この大会が本当の意味での実力を発揮する時だと思いますよね、はい、さあ、いいところを持ってどんどん攻めていきたいところです。この効果で安心しちゃいけないですね。そうですね、体落としに行きました。いいですよ。この辺りがどんどん攻めていくのが二宮のいい時の柔道、はい、待てがかかりました。4分間で行われる試合、今のように先に先に攻めれば大丈夫だと思うんですけれども、効果のポイントを一つ得ています二宮です。時計が残り2分22秒のところで止まって、ローゼンスティールがちょっと膝でも痛めたでしょうか。そうですね、先ほどの試合からですね、はい、ちょっと足を痛そうにしてますので、もしかしたら古傷があるのかもしれませんね。ローゼンスティールは3回戦でポーランドのマキシモフに敗れて敗者復活戦に回っています。さあ、勝った方が3位決定戦に進みます。二宮いいところを取っていきたい。盛んにこの巻き込み技にローゼンスティールは行こうとしていますが、ちょっとまた膝が痛そうです。そうですね、残り2分1秒というところで時計が止まりました。まあ、やはり体重がありますので、はい、膝などを痛めてますとね、そこにかかる負担も非常に大きいですからね。そうですね、こうして診察を受けることは1試合に2回許されています。今主審が指を1本立てましたけれども、1回目の診察ということを意味しています。 VTR で先ほどのその痛めたシーンでしょうか。あ、踏ん張れませんね。そうですね、右膝に踏ん張ろうとした、技に行こうとした瞬間に痛みが走ったようです。はい、左膝ですか。左膝を押さえていますね。治療はしてはいけないことになっています。診察が2回許されている柔道の規定なんですが、ちょうど画面の左の上の隅の方に、ちょっと切れてきますね、十字のマークが出ているんですが、これが1回診察を終えたという、診察をしたということを表しているんですが、もう一度ベースカット、盛んにこの大外巻き込みに行こうとしているローゼンスティールです。さあ、残りが2分です。3位決定戦に向けて二宮、頭を下げずにいいところを取っていきたい。抑えた方がいいですね。どうしたんでしょうかね。マイッターをしたんでしょうかね。マイッターをしましたかね。主審が1本のジェスチャーをしました。はい、技は特に出していませんので、そうですね、はい、これはローゼンスティールも試合が続行不能ということで
そうですね、ちょっとやっぱり膝が、はい、悪そうですね、はい、まあ、こういう大きい試合でね、こういった怪我でというのは非常に、はい、かわいそうと言いますかね、残念だと思いますね、本人も。二宮に今勝ちが先せられました。二宮3位決定戦進出決定です。ただあの二宮選手、先ほどの試合に比べますと、はい、あの技の出し方が速くなってきたと思いますね。そうですね、はい、調子は上がってきていると思いますので、得意の大内でポイントを取ったというのもね、はい、気を良くする材料かと思いますが、はい、今画面の中央向こう側、木村コーチに肩を抱かれて、この後3位決定戦に臨む二宮です。隣の試合場ではもう一つの敗者復活の最終戦が今行われているところですが、右の下に3という数字が出ました。もうあと3秒でこの試合も終わってしまいます。ベルギー顔が見えましたが、ベルギーのオリビエがポイントをリードして、今ここで試合が終わりました。左側青の柔道着、ベルギーのオリビエが二宮とともに3位決定戦進出ということになります。さあ、そして先ほど話をしましたが、テレビをご覧の皆さんいかがでしょうか、この白とブルーの柔道着。そうですね、この2試合はたまたまといいますか、はい、外国勢が、青い柔道着を着てますので、はい、もう少ししますと日本人の選手がですね、はい、青い柔道着を着ているのを見るとちょっと違和感が出てくるかもしれませんね。はい、ベルギーのオリビエが3位決定戦に進みました。ブルガリアのボジロバを下しています。さあ、そして今度は78キロを超えるクラス、これから準決勝が行われます。準決勝に進出しているのはポーランドのマクシモフとイギリスのブライアント、そして中国のエンカとフランスのシコです。ブルーのユニフォーム、左側が中国のエンカ、そして右がフランスのシコです。こちらはエンカ、去年のバンコクアジア大会の金メダリストです。フランスのシコには連覇がかかります。前回のパリの世界選手権金メダリストはこの人、二宮に優勢に進められた決勝ですが、最後谷落としで逆転勝ち。このあたりはベテランのうまさを見せました。さあ、一方中国の演歌は大きい体なんですが、非常にスピードのある選手です。この背負い投げ、さあ背負い投げですね、ベテランのシコか、あるいはこのところ力をつけてきている演歌かというところになりますが、もうシコも35歳になりました。そうですね、はい、頑張ってますね。頑張ってますね、はい。まあ、ヨーロッパは非常に息の長い選手が多いんですけれども、はい、その中でもこのトップクラスでね、やっぱり力を維持するっていうのはすごいことだと思います。小外刈りに行きましたシコです。実は今日はシコは1回戦からずっと残り30秒を切ったところでの逆転なき死に返し、これはポイントありません。そうですね、惜しかったですね。1回戦イタリアのパパは残り29秒、2回戦ウクライナプロコフィーワは残り18秒、そして3回戦ブルガリアのボジロバは残り5秒で、いずれも逆転勝ちで勝ってきているフランスのシコです。あっと足払い、ポスト掛けに行きました。変化です。力とうまさの対決という感じがしますね。あ、なるほどなるほど。試合運びも含めましてうまさを持っているシコ。さあ、変化は得意の背負い投げが出るでしょうか。釣り手を引きました演歌。この両者の、はい、敗者ですね、はい、負けた方が二宮選手と3位決定戦で対戦するということになるわけです。二宮にとってはですから、銅メダルをかけている相手がこの試合で決まるということになるんですが、はい、勝った方はもちろん決勝進出、フランスシコには連覇がかかっています。なかなか力の入るいい試合ですね、はい、両者にまだポイントはありません。4分で行われる女子の試合です。中国演歌、
なかなかスピードもあります中国の演歌です。まあ、四股はベテランとご紹介しました。下打ち大内に行きました。大内に行きました。演歌の大内狩りですが、これはポイントになりません。ただ山口さん、四股も今日は先ほどからご紹介しているようにほとんどフルタイムで戦ってきましたからね。そうなんですよね。まあ、ただあの世界選手権の場合にはですね、はい、まあ、準決勝を残した時点、それから、敗者復活戦もですね、ファイナルリペチャー最終の敗者復活戦を残した時点で2時間ほどの休憩を取りますので、はい、まあ、そういう点ではベテランの選手にはまあ、チャンスがあると言いますかね、はい、回復するチャンスがあります。この大内狩りもちょっと浅かったでしょうか。そうですね、うまくあの四股がやはり重心をずらしましたね。四股のうまさが、はいはい、盛んにまず足を脅かしていこうという演歌ですが、なかなか、しかし演歌もしっかりとこう組み合うことができません。あ、もう隣の第一試合場ではマクシモフが一本勝ちで決勝進出を決めています。勝った方がマクシモフと決勝を戦います。この振り回すのがですね、さあ背負っていったぞ一本、はい、演歌の一本勝ち、得意の背負い、決勝進出は演歌、はい、これで女子の一番重たいクラスはポーランドのマクシモフと中国の演歌の決勝戦ということになります。右側フランスの四股、連覇はなりません。この演歌とそれからポーランドのマクシモフの間で決勝戦が行われることが決まりました。いや、山口さん得意の背負いが出ました、はい、相手を動かしておいてからですね、綺麗に浮かせました相手は、はい、これはやはり四股のうまさよりもパワーとスピードが勝った感じがありますね。そうですね、はい、そして二宮の対戦する3位決定戦の相手はこれで四股ということに決まったわけです。さあ、それでは続いて今度は男子の100キロを超えるクラスの敗者復活の最終戦が行われようとしています。道谷さん、はい、日本からは篠原信一が出場しています男子の100キロを超えるクラスです。この後行われるのは敗者復活の最終戦ということになります。2試合が同時に行われますが、こちらは左からトメノフ、そして右からハンという試合になりました。解説は上村さんです。この敗者復活の方にですね、日本選手が出ていない、これはもう関係者にとって嬉しいことですね。そうですね。ただね、ここで当たってるね、トメノフ、はい、もう今ヨーロッパで一番力がある選手なんですね、はい、まあ、本当は決勝戦に上がってきてもおかしくない選手なんですが、1回戦で反則負けだったんですね。そうでした。まあ、トメノフはエストニアのペルテルソンに反則負け、まあ、相手の帯を取ったりこう消極的だったりということでどんどんポイントを失ってしまいました。一方のこの大きな選手は中国のハンです。このハンもですね、はい、前回の世界選手権では3位なんです、ええ、非常に体の大きさが大きい選手なんですね。あれからの払い腰は強烈ですよ、はい、2年前には、まあ、当時95キロを超えるクラスでしたが、カザフスタンのセルゲイエフに、まあ、初戦で負けて敗者復活戦、そして銅メダルということだったんですが、無差別にも出てその時にはマクシに一本負けをしました。日本でももうおなじみになっているハンです。中国白い方です。あ、決まった、一本ですね。一本勝ちをしたのは中国のハンです。今のはですね、はい、ちょうど払い腰が少し浅くかかった感じなんですね、得意技はああやってこう足をかけておいて自分の体ごと相手を持っていってしまう。そうですね、トメノフはそれを返そうとしますからね、体の大きいファンがそのまま巻き込みましたね、はい、さあその場面です、うん、やはり体をこう巻き込んでいくようにね。そうですね、大きい体をうまく利用しています。中国のハンがこれで3位決定戦に進出することになりました。さあもう一方の試合場の方、もうすでに1分30秒が経とうとしています。もう一つの3位決定戦、白がトルコのタタログル、そして、青の方がポーランドのベテランクバツキーです。この右の方から出場しているこうトルコのタタログルが今回の日本の代表篠原に敗れてこの敗者復活の方に回っている選手です。ベテランと新鋭といった形になりました。この青の柔道着の方のクバツキーの方も
もうベテランの32歳、身長が2メートル2センチ、6年前のハミルトンの無差別でチャンピオンになって、そしてアトランタでは小川に敗れた選手、もうかなり長くなっています。そして一方のこのタタログル、トルコのセリム・タタログルですが、日本の関係者は随分こう警戒してましたよね。そうですね、あの今年の、ね、はい、ヨーロッパ選手権の無差別級のチャンピオンですね、はい、で一方ですね、クバッキの方もですね、あのベテランにはなったんですが2点前の無差別級のチャンピオンなんです、はい、で非常に、ね、長身と、まあ、ずんぐり型っていいますか、非常に返し技や、ね、体の柔らかい選手なんですね、はい、さあ諸手狩りに行った、効果ですね、効果のポイントです。両者にもすでに指導が与えられていました。したがって効果のポイント一つリード、ベテランのクバツキーです。まあ、今回デュイエがですね、直前にあの、はい、欠場しましたからね、本当はこの3人がね、篠原の一番の強敵になるんじゃないかなと思ってたんですね、はい、先ほどもう一つの試合で敗れたトメノフ、そしてこのタタログル、さらに、ま、このところずっと一番重いクラスの、今度は逆に突き倒し一本タタログル、相手が支え釣り込み足に来ようというところでしょうか、左手で抱え込んで押し倒していきました。ちょっと軽いですけどね、ただ今のヨーロッパではあのくらい倒れるともう一本になってしまうんですね。なるほど。3位決定戦に進出したのは日本の篠原に敗れて勝ち上がったトルコのタタログルということになりました。そのシーンです。支えに行ったところをうまく合わせて足を取ってるんですね。はい、もうこういったあたり、先ほどのあの諸手狩りをかわしたところといいですね、非常にこのずんぐり型の割にはスピードがありますね、そして体が柔らかいんですね。はい、もう一度別の角度です。まあ、篠原と戦った時にはややスタミナ切れということで最後は反則負けを喫してしまいましたタタログルですが、しかしそこは実力者です。3位決定戦進出を決めています。さあ、いよいよこの後は日本の篠原が登場します準決勝です。日本の篠原は2つある試合場のうち向かって右側の試合場で試合をします。右から登場、白い柔道着を着ました篠原です。相手はフランスのドレイファス、長身細身のドレイファスに対して篠原どういう試合を見せるでしょうか。やや今日は最初の試合キューバのサンチェス戦ではあまり技が出ずにヒヤリとした場面もあったんですが、その後は徐々に調子を上げてきている日本の篠原です。組み手はいいですね、はい、このようにがっちりと組んでですね、組み止めてそれから内股に行ったらいいですね。フランスのドレイファスは強豪のドゥイエが腰の故障で欠場ということで、まあ、その代役としてこの大会に出場してきています。ここで主審が待てをかけました。両者にここは指導が来ました。今ね、両方にかけるっていうのは少ないんですね。だから篠原は取り消しになりました。取り消しになりました。今コーナーで椅子に座っている副審、両方の副審が今の篠原に対する指導を取り消しということを求めて、現在ポイント篠原リード。試合が始まって50秒が経過したところです。5分間で行われる男子の試合、勝った方が決勝進出。左の一本背負いに行ったのがフランスのドレイファスです。体格の上でも190センチの篠原が大きく見えますが、がっちりと掴んでしまえばもうかなり篠原有利です。そして特にこの篠原の左手、内股に行った、内股きれいに決まって一本決勝進出です。篠原得意の左の内股、見事な一本勝ちを決めました。そして今ゴーッと場内が沸いた声も聞こえましたが、隣の試合場ではエストニアのペルテルソンが
やはり一本勝ちで決勝進出。さあ篠原の技です。もう相手に掴ませませんでしたね。そうですね、もう前に前に出てね、追い込んでの内股ですから相手は防ぎようがないですね。はい、もうこのように前に出て戦ったら篠原多分大丈夫でしょう。全日本2連覇の篠原がこの世界柔道初制覇を狙っていよいよ決勝進出を決めました。何回見てもこう完璧に決まってますね。そうですね、もうバランスもいいしうまく決めてます。フランスのドレイファスを破った篠原、決勝ではエストニアのペルテルソンと金メダルを争うということになりました。今日から始まった柔道の世界選手権です。今日は男女ともに重い方から2階級ずつ、これから女子の、重い方から見ますと2つ目のクラスになります。78キロ級の敗者復活最終戦が行われるところです。この78キロ級には日本から安野が出場しています。この大会から階級制が変わりました。前回旧72キロ級のチャンピオン安野がこの世界選手権2連覇を目指す78キロ級です。これから敗者復活の最終戦、3位決定戦への進出をかけてスペインのサンミゲルとオランダのキンハウスの試合です。まず先に組み手争いです。互いに軸足強い行きました。スペインのサンミゲルです。このオランダのキンハウス選手はですね、はい、ついこの間までは一つ下の、70キロ級で出場していた選手なんですよ。そうなんですね。でオランダはこの階級に3人強い選手がおりまして、はい、国内の争いが非常に厳しいんですね、はい、でその国内の争いで敗れて一つ階級を上げて出てきたわけですね。この辺がその新階級になっての初めての世界選手権、さまざまなその勢力分布の変更というのも生まれてきます。まあ日本と違いまして、ヨーロッパの場合には、はい、それほど選手層が厚いわけじゃありませんので、はい、強い選手の場合には一つ上に上げるといった場合にはあまり予選なしでですね出られる場合もあるわけなんです、はい、先ほどの実は両者にポイントはありません。サンミゲルとキンハウスです。大内から内股に変化してきました。一本です。いや一本ではありません。形勢がありました、技あり、ね、そしてここから抑え込みに行きました、ね、両腹心が技ありに訂正しましたので、はいはい、上がサンミゲル、そして抑え込みが技ありですので20秒で1本、はい、技あり合わせて1本ということになりますね。5秒ずつこの抑え込みの時間が短縮されました。これも、今回この世界選手権では初めてということになりますが、ここで合わせて1本、スペインのサンミゲルが、いや失礼しました、オランダのキンハウスがスペインのサンミゲルを破りました。大したもんですね、はい、なかなか下の階級から階級を突然変えて力を発揮できる選手っていうのは少ないんですけれども、はい、やはり下の階級でも力がある証拠だと思います。これで3位決定戦にはオランダのキンハウスが進出しました。いやしかし大内側から内股への変化、非常に流れが良かったですね。そうですね、長い足をうまく利用してといいますかね、はい、ここですね、はい、跳ね上げておいて引きつけておいてです、ね、この内股、主審の判定は1本でしたが副審2人が技あり、このままの体勢で今朝固めに行きました。上半身の使い方非常にうまかったですね。ですから投げた後もこのように抑え込みにスムースに移行することができるわけです、はい、そうですね、バランスが崩れてませんでしたね、はい、さて画面が変わりましたが、これは隣の第2試合場です。もう一つの敗者復活の最終戦、ポルトガルのゴーディンホとそれからキューバのルダの試合が行われています。
まだ両者にポイントはありません。試合が始まって間もなく2分というところです。こちらがキューバのルナ、前回のパリの世界選手権では決勝でアンノに敗れました。銀メダルを獲得したルナですが、今日は2回戦でフランスのルブランに敗れて、この敗者復活戦に回っています。そうですね、優勝候補のやはり優勝候補の一角に挙げられておりましたので、はい、ルナ選手が敗れるというのは非常に意外でしたね。そうでしたね、はい、また長球でも、はい、ベルトラン選手ですね、はい、ベルトラン選手が中国の選手に負けたわけですけれども、はい、ちょっとキューバ勢今日は調子悪いと言いますか、そうですね、元気ないなという感じです、はい、その中ではやはりこのキューバのルナに期待がかかる女子です。キューバ勢、ここで主審が副審2人を呼びました。ルナ選手の T シャツのところがちょっと破れてるんですよね。あ、そうですか。ですから着替えに行かせるんじゃないかと思うんですけれども。あ、そうですね、もう破れてますね、はい、時計は残り1分39秒というところで止まっています。どうしても柔道着と一緒に T シャツを掴まれることが多いんですね。あ、ですから破れることも時々あります、はい、これは女性の審判員が帯同して着替えを行うんではないかと思いますね、うん、そうしますとしばらくこれで時間が空くことになりそうですね。そうですね、チームの誰かがすぐに T シャツを用意して、はい、持ってくればいいんですけれども、はい、まさか切れるとは思ってませんので。そうですね、はい、まあ、山口さんのお話ではたまにある話だとはいうことなんですけども、試合でこういうふうに見るのはあまりこう見かけることがないですね。そうですね、はい、ご覧のように一人試合場に残されてしまったポルトガルのゴーディンホです。このゴーディンホなんですが、ポルトガル勢としてここまでこう勝ち上がってきましたね。そうですね、はい、まあ、ただ今年の世界選手権なんかを見ましても、はい、このポルトガルは力をつけてきたなという感じはありますね。日本からの指導者も、はい、時々言っておりますし、はい、そういった意味では実力がついてきていると思います。今日はゴーディンホは1回戦カザフスタンのマシアギナを破りました。2回戦ベネズエラのマリアネーラを、ただ3回戦で中国のイ・ギョクホに敗れてこの敗者復活に回っています。調べますとポルトガルの過去この世界選手権でのメダルの獲得っていうのは2つしかないんですね。銅メダルが2つだけということですので、はい、女子もなんですけれども、はい、特に男子の方がポルトガル強くなってきてるなという印象を受けますね。ははははは。ですから国としてそれだけ柔道に力を入れてきているという証拠だと思います、うん、さあ、そしてこちらはキューバのルナ、 T シャツの着替えが終わりました。まあ、アンノにとってはこのキューバのルナというのが金メダルに向けて連覇に向けての一つの大きな壁かと思われましたが、ルナがこちらのこの敗者復活に回っているというのも意外な今日のこの78キロ級です。さあ、組手争いから、まあ、ルナにはパワーもありますし、それからさまざまな多彩な技を持っています。そうですね、ただ今日はちょっとやはり行きました、まあ、敗れたということもありますが、はい、あまり調子がいいようには見えませんね。そうですね、ルナらしい柔道というのが見られませんね、はい、今日はルナは1回戦アメリカのトンに対しては一本勝ちでしたが、2回戦にフランスルブランに敗れています。敗者復活に回ってキューバのルナです。残り時間がまもなく1分というところですが、まだ両者にポイントはありません。互いにもう一つ決め手に欠いている。そうですね、まあ、ルナ選手の得意技としては、はい、まあ、袖を絞っての袖釣り込みなどが得意技なんですけれども、はい、今日はあまり、おっと、うまい手足払い、送り足払い気味でした。残り40秒というところです、うん、しかし今のはポイントがありませんでしたか。そうですね、はい、もう残りが30秒になろうとしています。上に乗っかっているのがキューバのルナ、前回の銀メダリスト、今年バーミンガムの世界選手権はこれを勝ってようやく3位決定戦というところです。ゴーディンホにはポルトガル、この世界選手権3つ目のメダルという目標があります。さあ、背負っていった、背負っていった、これはこれが得意技なんですよね、袖釣り込み。
まあ、この残り30秒切ったあたりでポイントはありませんが、ルナの方が盛んに仕掛けています。そうですね、まあ、ただ判定に持ち込むというのはやはり一つの賭けで、はい、上がる旗が上がるまでは分かりませんので ね、 そうですね、はっきりとしたポイントをやっぱり取っておきたいところですよね。もう残り時間がありません。ここで試合が終わりました。両者ポイントがないまま旗の判定に移ります。まあ、柔道着と同じようにこの旗の判定もこの大会からは白と赤ではなくて白と青の旗が上がります。こちら青の旗はポルトガルのゴーディンホ、白の旗ならばキューバのルナ、勝った方が3位決定戦進出です。さあ旗の判定です。白か青か、白3本、3位決定戦にはキューバのルナが進出です。まあ、やはり残り1分を切ったところで山口さん盛んに攻めていました。そうですね、印象としてはやはりルナでしたね。はい、まあ、全体的にはルナ選手が押し気味に試合を進めてましたんでね。はい、まあ、ただ先ほども言いましたように決して調子がいいという戦いではなかったですね。そうですね、ルナらしいその技のキレというのが今日はなかなか見られませんが、まあ、しかしそうした中でこれで3位決定戦、まあ、前回は銀メダルを獲得したルナが銅メダルをかけて3位決定戦進出を決めました。これで敗者復活の最終戦が終わった女子の78キロ級です。さあそして女子の78キロ級、画面を切り替えてください。安野がいよいよ登場です。ちょっとこれは画面が違いますね。今ご覧いただいているのは第2試合場の中国のイ・ギョクホーとそれからフランスのルブランの試合ですが、隣の第1試合場で行われている安野紀子、安野は韓国のカン・ミンジョンとの試合なんですが、あっと切り替わりました。この放送は国際映像を通じて皆さんにお伝えしています。日本の安野紀子です。前回に続いてこの世界選手権連覇をかけています。その安野に指導が来てしまいました。そうですね、ポイントは韓国カンミンジョンです。はい、まあ、組手争いで安野選手がまあ嫌ってるというふうにですね、はい、ちょっと見られましたかね。この組手が非常に強いんですね、カン選手は。はい、昨年のアジア大会の敗者復活の1回戦でこのカン選手に安野選手敗れたんですよね。そうなんですね、まあ、去年 の、 バンコクアジア大会は本当に安野らしいところが全く出ない大会だったんですが、その中でこのカンに敗れています。まあ、ただそれ以来やはりこのカン選手、それが非常に自信になったのか、はい、力をつけてきましたね。そうですね、ヨーロッパ の、 国際大会でも活躍を見せたり見せたりしていますが、安野選手相手に合わせて組手争いしない方がいいですね。一つ指導を取られてますから、はい、とにかく持って前に出て攻めるとすぐに相手に指導が行きますんでね。ちょっとカン・ミンジョンが目を痛めましたか。ポイントはカン・ミンジョンが効果一つ分、こちらの安野に指導が行っています。まあ、試合はしかしまだまだ、ようやく1分半が経過しようとしているところ、まだ2分半あります。一応ここは主審が診察を受けるようにということですね。ちょっと血が出ましたか ね、 出ましたね、はい、目ですかね。もつれて畳にぶつけましたが、さあそのシーンでしょうか。奥襟を取ってこの辺の組み手争いですね。山口さんがおっしゃったその相手のペースに安野としては巻き込まれない方がいい。そうですね、はい、相手はなるべく組み合わない、組んでるように見せながら組まない、はい、作戦ですから、早く捕まえてですね、はい、前に出て組んで技をかけなくちゃいけないです。安野盛んに釣り手から取りに行こうとしていますが、はい、とにかく十分じゃなくてもかけなくちゃいけないです、はい、安野選手は。またそうしませんと指導が来てしまいます、はい、今度は注意になります。はい、でこれはどちらが前に出てるかって見るのは本当に審判の主観なんですね。あっとですから、ここで韓国の選手は組に行ってるんだけどもというふうに見られると、はい、そうですね、今はいい方に見てもらいましたね。そうですね、はい、さあこれでポイントは並びました。安野とそれからカン、とにかく持ってかけなきゃダメですね、はい、嫌がっていては柔道にならないので、
追い込んで背負いでも出した方がいいと思います。隣の第一試合場では中国のイ・ギョクホウが勝っています。イ・ギョクホウが決勝進出を決めています。早く攻めた方がいいですね、はい、さあいいところ取って体落としに行った。安野としてはどん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 攻めていきたいところです。そうなんですね。こういうあの潰れる技でもですね、はい、技数としては一つにあの加算されるってことは十分に考えられるんですね、はい、ですから十分に持てない形からでもなんとかやはりきっかけをつかんで出ていかなくちゃいけないですね。すでに隣のマットでは中国のイ・ギョクホウが決勝進出を決めています。さあ安野だ、そうですね、そうですね、追っていく、はい、はい、技をかけていかなくてはいけない。もうこれでいいと思います。まあ、ここまで確かにあの韓民女にも逆にこれといった技出てませんしね、はい、ただお互い反則が来てますので、はい、ここで一つどちらかに来ればもうそれが注意有効ポイントになりますので、そうですね、まあ、来た方が負けということになりますから、はい、とにかくあの一か八かというか、はい、もう攻めるしか方法はないんですね、どちらもですね。残りが1分5秒というところで今時計が止まっています。画面の上の方に1-1と出ていますが、ともに指導によるポイントです。先に持つしかないですね。さあ持っていきたい安野、はい、残り1分を切った。さあ技に行きたい。そうですね、はい、いいですよ、これでいいんです。これで消極的という、うん、相手は持つふりをしてますけれども、はい、しっかり握ろうとは思ってないので、安野選手はもう本当に持ったら先にかけるべきですね。ぐっと止められた。こういう時がドキドキしますね。ドキドキしますね、はい、相手ですね、はい、韓民女に注意が行きました。これで安野がポイントリード、はい、もう一回攻めなきゃいけないです、はい、これで並んだら一緒ですから。そうですね、はい、残りが30秒になろうとしています。ここで安前に出なくちゃいけないです。安野はいいところを掴んで、そしてしっかりと技をかけたい、はい、背負ってもいいですよ。ダメです、いなしちゃダメですね。さあしっかり持ってかけたい。そうです、さあ背負っていく、はい、いいですよ、いいです、それでいいんです。もう残り時間20秒を切りました、はい、もう一回ですね、もう一攻めです。決勝進出目前、しかし最後まで気は抜けない安野。そうです、さあ、はい、はい、いいですよ。もうすでに中国のイ・ギョクホウの進出が決まっています、はい、これで大丈夫ですね。残り6秒というところ、はい、ここで試合が終わりました。日本安野決勝進出、前回パリの世界選手権に続いての決勝進出です。そして中国のイ・ギョクホウを相手に2連覇をかけて安野範子が決勝に進みます。まあ、やはり相手の作戦にですね、乗らずに不十分な組み手から、はい、よく技を最後出せましたね。そうでしたね、はい、出だしで少しこの韓明女のペースになってですね、指導が先に来てしまった時にはどうかと思いましたけれどもね、はい、ただ審判はやはりどちらが攻めようとしているかっていうのをですね、はい、非常によく見てくれましたね。そうでしたね、はい、安野範子決勝進出を決めました。日本から井上康生が出場している男子100キロ級、これから行われるのは敗者復活の最終戦です。白い柔道着を着ているのはオランダのバンデンベルグ、そして左からブルーの柔道着、フランスのトレノーです。フランスのトレノーは日本の井上康生に、そしてバンデンブルグはゼービに敗れた選手です。解説の上村さん、井上康生準決勝進出の前直前にこのトレノーと当たったんですよね。そうですね、ただこのトレーナーですね、少しもう35、6だと思うんですね、はい、それでもね、今年のヨーロッパ選手権とか優勝してるんです、非常にね、十字固めや口切倒しとのうまい選手ですからね。6年ぶりに復活したベテランのフランスのトレーナーです。ちなみに前回のパリの時には他の選手にフランスの代表の座を奪われてしまったんですが、そこから復活してきました。しかし若い井上康生の前に、まあ、非常にこうパワーでスタミナで敗れたという、そのトレノーが今帯を掴んでの大腰だったんですがダメ、
さあそして得意の寝技に持ち込んでいきます。井上康生はこの後行われる準決勝でイスラエルのゼービと対戦することになっています。その前に行われている敗者復活の最終戦、日本の井上に敗れたフランスのトレノ、ブルーのユニフォーム、ブルーの柔道着、そして背中白い柔道着がオランダのバンデンベルグです。トレノとの試合、井上は非常にこううまい試合運びの前に時々こうねドキッとするようなシーンもあったんですが、すくい投げで体がふわっと浮くようなシーンがあったんですが、どうでしょう、専門家から見るとどんな感じだったんでしょうね。そんなにね心配はしませんでしたが、ただ十字固めだけはねちょっとやっぱ気をつけないといけないなと思ったですね、はい、さあ逆にトレノの方が寝技で攻められています。トレノもですね、はい、もうかなりベテランですし、今のこの激しい柔道、技をかけなきゃ反則がきますからね、まあ、非常にここまで来る過程でも疲れてるんですね。そうですね、敗者復活戦だけでももうこれが3つ目ということになります。この後行われる準決勝の敗れた方と3位決定、銅メダルを争う、その試合の権利を得るための試合です。青がフランスのトレノ、そして白がオランダのバンデンベルグです。両者ここまでポイントはありません。5分間の試合時間、まもなく半分が過ぎようというところです。まあ、上村さん、こうやって見ると簡単にどんどん指導が出てくる試合とですね、こうやって組み合って攻めるのをこう待つね、試合というのとかなりはっきりしてます ね。ヨーロッパの審判というのは非常に反則を早く取るんですね、アジアやですねパンナムの人たちというのはどちらかというとゆっくりめですね、はい、ちなみにこの試合の主審は日本の園田さんです。かつての世界チャンピオンの園田勇さんがこの試合の主審です。ここまで両者反則なく2分38秒が過ぎたところです。まあ、両者ポイントがないんですが、まあ、ややこのブルーの柔道着を着たトレノの方が疲れているかなと。そうですね、ただ今のところ五分ですね。ただ選手たちにとってはですね、ここで敗れた選手までは出場権をもらえるんです。あ、なるほど。この前までは激しい試合をしてたんですけどね、もうトレノもなんかもうちょっと一安心したような雰囲気も見えますね。シドニーオリンピックの出場権、国の代表の座をこう手に入れるための試合でもあります今回の世界柔道です。フランスのトレノといいますと91年、もう8年前のバルセロナ世界柔道のチャンピオン、その後アトランタオリンピックでは銅メダルでした。この世界選手権は2大会ぶりの出場です。まだ両者ポイントなく2分を切っている、切っています。あ、この向こうに井上康生のブルーの柔道着姿が見えます。この後準決勝に出場します。上村さん、かつてはこのトレノですとかラストゥーラですとか、手足の長い大きなヨーロッパの選手がですね、ずっとこの階級というのは強かったんですよね。そうですね、今もナツラはですね、はい、まだ力あるんですが、今日はたまたま負けてしまいましたね、はい、このトレノなんかも背が高いし足は長い、手は長いでですね、やりづらいんですね、はい、階級の変更があって、まあ、95キロ以下のクラスが100キロ以下というふうに体重は5キロ増えました。またジュニアからシニアというふうにこう育ってくるにつれて体重の増えてくる選手というのもいて、この行き着くところといいますかね、この一番大きなクラスの一つ手前、ただこの階級の選手たちはですね、はい、もう本当重量級と同じぐらいの力を持っています、はい、そしてスピードがあるんですね、まあ、ある意味ではやりづらい選手たちです、その中で日本の井上康生、
世界選手権初出場でもうすでに準決勝進出を決めています。その井上の試合はこの後行われます。ちょっとトレードへばってきましたね。これから反則が来ますからね、はい、不用意にあの駆け逃げをしますともう一発できます。残り50秒です。日本の園田主審はここまで両者の攻め合いに指導は一つも与えません。それだけにノンストップで来ているだけにベテラントレノーとしてはもうかなりアップアップです。オランダのバンデンベルグ、そしてフランスのトレノー、まあ、そろそろ世代交代の時期かなというね、一つのシーズンを迎えているこのクラスです。日本の井上康生に敗れたトレノー、そしてイスラエルのゼービ、この後井上と対戦しますが、そのゼービに敗れたバンデンブルグとの試合です。さあもう残りが20秒になるところ、トレノーはほとんど手が出なくなりました。ああしかし技をかけに行く。たくさん詰めかけているフランスの応援団。もう今の技もね、投げようと思って引けてる技じゃないんですね。もうあの僅差勝負になりますからね、それを見しきたという方です。残り10秒です。このまま行くと旗の判定。試合終了です。さあこれはまた審判中瀬の方判定ということになりそうです。青い旗が上がりますと左側フランスのトレノー、そして白が上がりますと右側のオランダのバンデンベルグです。2つに割れて2対1トレノー。今ナショナルインドアリーナの中は拍手よりややブーイングが勝っているかなと。そうですね、もう、トレノーの駆け逃げ、普通何もなくて旗判定というのは珍しいケースなんです ね。必ず反則か何かつくんですけどね、トレノーが3位決定戦進出。もう一方の方ではズビリドがベラルーシ3位決定戦進出を決めています。日本の井上康生登場。100キロ級の準決勝です。しかし相手イスラエルのゼイビは試合場に現れません。不戦勝、日本の井上康生決勝進出です。これは放送席の方には全く情報が入ってきませんでしたので、びっくりしましたけどもね、多分ね怪我をしたんじゃないかと思いますね。イスラエルのゼイビーはバンデンベルグそしてポラドフ、スペインのベガと戦ったんですが、結局この準決勝の試合場に姿を見せることはありませんでした。さあもう一つの試合場の方では韓国のジャン・スンホとロシアのミハイリンの対戦です。試合が始まって30秒余り、まだ両者にポイントはありません。日本の井上康生と決勝を戦うその相手が決まります。準決勝もう一つの試合、日本の井上康生は不戦勝で決勝戦進出を決めています。もうこれからですね、この2人の選手は井上と必ず世界を争います、はい、非常に若い選手たちでね、非常にいい技を持った選手なんですよ。この韓国ブルーの柔道着を着たジャン・スンホはどちらかと言いますとこう手足が長くてヨーロッパタイプの体型をしてますよね。そうですね。今ミハイリンにですね、はい、一つ指導が行ってて韓国有利なんですね、はい、こうなるとロシアのミハイリンの方は前に出なくてはいけません。最初の1分が過ぎて韓国のジャン・スンホが指導で効果のポイント1つリード。
ロシアのミハイリンの方も今年のロシア国際の優勝、ヨーロッパ選手権でも3位に入っています。ジャンスンホもかなり大きな大会ですが、フランス国際で準優勝。ドイツ国際でですか、井上とこの韓国のジャンスンホが戦って、井上が勝っているんですね。そうですね、この2人とも、ね、試合をしたんです。あ、なるほど。まあ、ミハイリンは、ね、組んですぐ一発で内股に投げましたから、どうだかわからないんですが、このジャンとはですね、はい、もうかなりその掛け合いというかですね、もう激しい試合をしましたね。ちょっと井上苦戦という、ね、イメージの、試合だったというふうに聞いているんですが、さあこれでジャンが今度は指導から注意ということでポイントリードです。ミハイリンが、ね、ズボンを持って防御したということなんですけどね、はい。まあ、技をかける瞬間ですとそのズボンの部分掴んでもいいわけなんですが、防御のためあるいは長く掴んでいますとご覧のように反則がつきます。内股空振り、今は組み手不十分のままジャンがかけていきました。まあ、どちらが来ても井上にとっては強敵です。韓国のジャンスンホ、ブルーの柔道着、下になっているロシアミハイリン。日本の井上の方は2回戦ルーマニアのイバンに内股一本勝ち、ウズベキスタンのムラドフに合わせ技内股2つ技ありで一本勝ち、フランスのトレノーには内股で有効を取ってこの準決勝進出。準決勝は相手イスラエルのゼービの危険によって決勝進出を決めています。その決勝の相手、さあ韓国のジャンかロシアのミハイリンか。ロシアといいますとこのクラスにはベテランのセルゲイエフがいたわけですが、そのセルゲイエフを押しのけて代表になったミハイリン。残りが間もなく2分になるところで、そろそろミハイリンとしてはエンジンをかけないと。そうですね、ただね、1回もいいとこ持たせてくれないんですね。まあ、あの韓国のジャン、非常に組み手のね厳しい選手なんです。はい、ここでも掴まれると何かこう体をうまい角度に持っていって防いじゃしまうんですね。もうあの非常に奥襟を持ってね、あの引っつける作戦というのが今韓国の選手たちでは一番流行ってますからね。はい、注意のポイントをリードしているブルーの柔道着韓国のジャン。このままで終わりますと決勝で日本の井上康生と対戦するのは韓国のジャンということになりますが、残り時間はまだ1分30秒と組み手不十分のままですが、払い腰に行きましたロシアミハイリン。ただね、ミハイリンも1回きちんと組めばね、1本取る技を持ってますからね、はい、やっぱジャンも油断になりません。これもまた引き手はほとんど引かないままいったジャンの払い腰ですが、さあこののらりくらりといった感じにね、だんだんとこうジャンがなってきたわけなんですが、これに相手に合わせますとね、もうミハイリンはもう攻めるチャンスをなくしてしまいますよね。もう自分で先に持って、やっぱし足技でですね崩して、それから大技につなげなきゃいけないんですね。なるほど。また払い腰に行ったジャンですが、今度は腹ばいです。まあ、腹ばいですとどんなに強く畳に投げてもポイントにはなりません。5分間の試合時間も残り53秒です。ポイントの上では大きく韓国のジャンがリード。このまま行きますと日本の井上康生と金メダルを争うのは韓国のジャンということになります。こうやって遠くから右足を伸ばしてきて、やりづらいですよね。ああ今度は逆にその出してきた足を内側から払い上げようというところですが、何しろ組ませてくれない。残り30秒を切っています。21回目を迎える男子の大会、初日の今日は100キロを超えるクラスと100キロ級、その100キロ級の準決勝の2つ目の試合が行われています。さあ残り時間ありません。ミハイリンの逆転はどうか。時間がなくなってきました。ダメです。
ここで試合終了。左側ブルーの柔道着をつけました韓国のジャン・スンホが決勝進出。日本の井上康生と決勝で対戦することになりました。どうでしょう、井上にとって嫌な相手が上がってきましたね。どちらも、ね、力ある選手ですからね、油断はなりませんけど、このジャンは奥襟を持ってきますから、組み手できちんと間合いを取って戦うことですね。はい、これで男子100キロ級井上康生と韓国のジャン・スンホの決勝ということになりました。長い足を利用して相手に攻めさせず、うまくうまく柔道をするそのジャン。井上が決勝でどういう戦いぶりを見せるか注目です。銅メダルをかけて日本二宮美穂の登場です。78キロを超えるクラス。その銅メダルをかける相手はフランスのシコです。前回のパリ大会のこれは決勝と同じ顔合わせになりました。そうですね、はい、前回は二宮選手が大内刈りで技ありを取ってですね、はい、もう圧倒的有利だったんですけれども、まあ、後半ですね体落としを返されて、一本負けを喫しました。今度はこの3位決定戦です。ベテランのシコ、もうシコも35歳。シコ選手は先ほど の, 中国の選手、イワン選手ですね、はいはい、エンカ選手との試合でかなり疲れてますので、はい、先にポイントを取って逃げ切ろうというおそらく作戦だと思うんですね。ですから最初から飛ばしているように思います。二宮選手、先ほどと同様ですね、どんどん先に攻めないといけないと思います。副審の一人が消極的というジェスチャーをしていますが、二宮に両者ですね、はい、そうですね。副審が2人、二宮のみというアピールをしまして、結局指導が来たのは二宮だけです。行きましたね、大外刈り。大外刈り、技ありですね。技ありです。はい、いいとこ入りましたよ今は。さあ銅メダルに向けて、ここはもう一気に抑え込みたいですけれどもね、足を抜きたいところです。はい、大外刈りから抑え込みにというところですが、これ止められました。はい、やはり疲れてくるとですね、はい、特にベテランの選手は受けが弱くなるんですよ、はあ、ですから二宮選手技かければですね、一本取る技持ってますからね、はい、どんどんかけてほしいです。まだしかし試合時間は2分48秒残っています、はい、ですから相手はですね、志子選手とすれば指導一つ取ってますから、はい、これは投げるのは難しいと、はい、ただ反則を積み重ねていく作戦でおそらく来ると思います。これ画面の上の数字ですが、フランスのところに1と出ていますが、これは効果の1ですね、はい、で左側の日本ジャパンのところに001とありますが、二宮が効果は0、有効はありませんが、技ありで1のポイントを得ているということをこれ画面表しています、はい、ちょっと我々にとっては慣れない表記にはなっています。ですから桁数が多い方が勝っているということですね。そうですね、おうちですね。さあ落ちた、得意のおうち。そしていいここから体落としに行くのが流れなんですが、はい、しかしシコはベテラン、今日はずっとその逆転勝ちを見せていましたし、前回もだ。危ない、危ないぞ。効果のポイントが行きました。シコ絶対下がっちゃダメですね。前に出て相手を組み止めて技を出さなくちゃいけません。そうですね、ここは攻撃は最大の防御内です。しかしシコにもうまさがありますので、はい、なかなかうまくその組ませてくれませんし、ちょっとした隙に技をかけてきます。前回はシコが、まあ、同じような状況で逆転の一本を取りまして金メダルはシコ、はい、二宮銀と終わったんですが、今年のこのバーミンガムの世界選手権は銅メダルをかけての試合です。さあ技に行きましたね。これは技ありです。合わせて一本、はい、体落としですね。得意の体落とし、二宮銅メダルを獲得しました。
前回は銀メダルでした。今回は残念ながら3回戦でイギリスのブライアントに敗れましたが、はい、しかし敗者復活戦に回って、その結果3位決定戦で志向を破っての銅メダル。そしてですからこれは志向に対しては借りを返した形になりますね。そうですね、まあ、ただこれがお互い決勝戦であればですね、またそうでしたね、あの二宮選手の喜びもね、はい、違うと思うんですが、まあ、でもよくメダルを死守してくれましたね。出だしはちょっと硬さもありましたが、この敗者復活に入ってから、まあ、得意の大内あるいは今の対応とし、さらには大外と、むしろこう敗者復活に回ってから非常に良さが出ましたね。そうですね、まあ、やはりあの自分でもあの気づかなかったかもしれませんけど、やはり硬さがあったんだと思いますね。そうかもしれませんね、まあ、しかしその中では敗者復活に回ってから二宮自分の柔道を見せてくれました。はい、よく頑張ってくれました、はい、78キロを超えるクラス日本二宮美穂銅メダルを獲得です。前回に続いてメダルを獲得しました二宮です。なおもう一つの3位決定戦ではブライアントが銅メダルを獲得しています。男子100キロを超えるクラスの3位決定戦、トルコのタタログルとそしてドイツのモラーの一戦をご覧いただきます。上村さん、篠原に敗れたタタログルですが、ここでモラーが内股にいった。本当にこう何か独特の柔道をしますね。そうですね、もう柔らかい選手ですからね、もともと旧ソ連圏の選手なんですね、それからトルコに亡命してトルコから代表になっているんですね。一方の白い柔道着を着た大柄なドイツのモラー、アトランタオリンピックで準優勝している、まあ、実力者です。ただモラーも最近スタミナが少しなくなりましたね。まだ30前なんですけれども、どうしてもですね、もうこの上位に上がってきますとかなり試合をこなしてきますね、はい、やっぱり練習量がですね、日頃の練習量がものを言うんですね。さあタタログルに対していいところを取った時のしかし破壊力というのはドイツのモラーも持っています。あの試合は非常にうまいですよ、もうあの組み手は、ね、しっかりしてますし、これでタタログルだけに指導ですね。そうですね、うまく頭を下げさせて ね、技をかけているというところをアピールしました。190センチあります、長身のドイツのモラーです。ただこの100キロ以上級だと90センチぐらいじゃ大きく見えませんからね。そうですね、大きいの2メートル越しますし、体重も135あるいは150キロぐらいありますからね。ちなみにモラーが190センチの125キロです。ここはうまく小内刈り、技ありになりました。抑えましたね、このまま、はい、さあタタログルが銅メダル獲得に向けて抑え込みに入っています。20秒で1本ということになります。がっちりと入りましたタタログル。日本の篠原に敗れて3位決定戦に回っています。ここで技あり、合わせて1本です。トルコのセリム・タタログルがこの21回目を迎える世界選手権男子100キロを超えるクラスの銅メダル。そしてもう一方の試合場の方では中国のハンがドレイファスを破りまして一本勝ち、銅メダルになっています。さあそのシーンです。ここはうまく大内、あ、小内ですね、小内ですね、小内をうまく足を飛ばしました。コスト掛けで返そうとしているのをですね、はい、小内側に変化しましたね。体が柔らかいからできることです。そのまま横四方固めに入って合わせて1本ハント、そして今ご覧いただいたタタログルが銅メダル獲得です。女子78キロ級の3位決定戦です。韓国のカン・ミンジョンとキューバのルナが対戦します。前回のパリの世界選手権では銀メダルを獲得したルナ、
このバーミンガムの世界選手権では3位決定戦です。銅メダルをかけて韓国のカン・ミンジョンと、今日はルナらしい技がなかなか出ていません。今日は2回戦でフランスのルブランに敗れているルナです。担いでいきました。この担ぎ技を非常に得意としているんですね、はい、ルナ選手。そしてここからの抑え技も最近よく見せます。女子の78キロ級です。3位決定戦が行われています。青いユニフォームがキューバのルナ、白いユニフォームが白い柔道着が韓国のカンミンジョです。もう手刈りに行きましたルナ。もう一つの3位決定戦は今フランスのルブランがオランダのキンハウスを破ったところです。一本勝ちで今場内が大いに沸きました。もう一つの試合場、フランスのルブランが銅メダル獲得を決めています。今日はここまで敗者復活最終戦、それから準決勝と、はい、一本勝ちが非常に多いですね。3位決定戦含めてですね、はい、さあそれをお伝えしている間にカン・ミンジョンの方に指導が行きました。カン・ミンジョン選手もですね、はい、見せかけの組み方っていうんですかね、この前のアンノとの試合がそうでしたね、準決勝。やはりこれが審判にこうちょっと見破られているところありますね。そうですか、はい、これは少しこう考えないと、はい、かえってそれをすることによって自分に不利に働いてますよね。その結果が今キューバルナのところに1というポイントが画面の右の上入っていますが、指導がカン・ミンジョンに行きました。カン・ミンジョンは去年のバンコクのアジア大会銅メダリスト。さあ受け入れを取ったカン・ミンジョン、そう、内股に行った、内股に行った、はい、こういう風にいい技を持ってるんですからね、はい、やはりしっかりかけた方がいいと思いますね。しかしこちらルナの方は先ほども担ぎ技行きましたけど、もう一つこの技にキレはないですね、うん、今日は。そうですね、やはり何かこう技もありますけれども筋部分が乗ってないと言いますかね、うんうん、何か覇気のようなものが、さあ背負ったぞ、はい、感じられないですね。キューバの選手普段は非常に元気な、はい、跳ねるようなね柔道する選手が目立つんですが、この世界選手権ではルナは95年のあの幕張の世界選手権では金メダル、前回が銀メダル、前回は決勝でアンノに敗れて連覇はなりませんでした。まあ、やはりピークはですね、はい、そういった意味では過ぎてはいるとは思うんですが、そうですね、さあ背負ってきます、袖釣り込み腰、あるいは諸手刈り、さまざまな技がありますが、逆にカン・ミンジョンは先ほど見せた奥襟を取ってからの内股ですかね。はい、そうですね、もう一つ負けてますから、はい、ここを思い切ってカン・ミンジョン選手とすれば攻めたいところですが、さあ諸手刈りに行った、ルナが攻めています。ポイントでルナがリードしています。残り時間が1分を切りました。女子78キロ級の3位決定戦、勝った方が銅メダルです。なんとか返して寝技に持ち込もうというルナです。ルナがポイントでリード、ここで止め、待てが入りました。カン・ミンジョンとしてももう時間がありません。残り1分を切っています。ポイントで負けてますから、カン・ミンジョンはしっかり取ってここは技をかけていかなくてはいけません。そうですね、指導狙いっていうのもあると思うんですけれども、はい、ルナ選手そういうところ非常にうまいので、はい、さあまた足を取りに行ったルナ、まあ、ルナ選手ただここでやはり座り込むシーンが 1,2 回ありましたからね、ちょっと疲れてきましたかね。もう1回、はい、座ると指導来ると思いますよ。さあ奥襟を掴んだ、内股に行く、内股に行った、これは場内有効ポイントです、ね、逆転しましたカン・ミンジョン。しかし効果になりましたね。効果に戻りましたか、はい、あ取り消しです。ということは並んだということですね。これでともに効果のポイント、ポイントでは並びました、はい、韓国カン・ミンジョン、キューバのルナ、さあ残り時間はもう15秒、さあもう一度内股に行くかカン・ミンジョン、内股に行ったが潰される。さあもう時間がありません。
返していくルナですが、ここで試合が終わりました。勝負は旗の判定です。そうですね、まあ、全体的な流れからしますと、まあ、最後はちょっと受けに回りましたけれども、はい、ルナ選手の方が、まあ、試合をですね、リードしてたような気はしますけれども、審判がどこをどう見るかですね。そうですね。さあ旗の判定、白ならばこちらカンミンジョン、後半の攻めを見るか、青ならばルナ、青2本です。そうですね、分かれました2対1ですが、ルナです。キューバのルナが銅メダルを獲得しました。判定は微妙な2対1。やはりあの後半の攻めをですね、はい、あの見るか全体の流れを見るかというところで審判も分かれましたね。これでですからルナはちょっとメダルの色は悪くなりましたが、幕張から3大会続けてのメダルと立派ですねいうことになるわけですね、はい、銅メダルをルナが獲得しました。カンミンジョンも盛んにこの送りを取って、この内股で何とかしよう何とかしようとしていったんですが、そうですね、これ有効というね主審の判定が最初あったんですけどもね。そうですね、まあ、しかしあの日本の安野選手としてもですね、はい、これからあの侮れない相手になってきますね、このカンミンジョン選手は。そうですね、そうなりますね。これで3位決定戦銅メダルは決まりました。韓国の、いや失礼、キューバのルナと、それからフランスのルブランがそれぞれ銅メダルを獲得しました。残るは安野が登場する決勝戦のみとなっている78キロ級です。続いて行われるのは男子100キロ級の銅メダルコンテスト3位決定戦です。こちらの試合場、フランスのトレノーと、そしてロシアのミハイリンです。もう一方の試合場の方では、イスラエルのゼイビが棄権しているためにニコラス・ギルがカナダ銅メダル獲得ということになりました。ロシアのミハイリン、新鋭と、そしてフランストレのベテランです。さあ足を取りに行く口木倒しを狙いましたが、ミハイリン不十分です。解説は上村春樹さんです。上村さん、今回はブルーの柔道着もさることながら、この分厚い柔道着というのがね、一つ話題になりましたよね。もうあの襟がね、非常に持ちづらい襟を作ってきてるんですね。ただ今回ですね、申し合わせで審判員が事前にですねチェックしてるんですね。はい、さあ効果です。今の効果ですね、小内刈りです。小内刈り、ミハイリンがうまくこの組際決めました。ロシアのミハイリン、効果のポイント一つリード。まあ、分厚いものですと襟の厚さが3センチ近くもあるのではないかと言われた柔道着ですが、さすがにその審判委員会を中心に規制に乗り出した IJF ということで、まあ、今回はその分厚い柔道着は取り替えなくてはいけないんですが、今日初日はそういったことはなかったようです。そうですね、事前にですね全部1回チェックしてるんですね、でかなりねあの入る時も厳しくチェックしてますね。今試合をしているトレノーのフランスチームなどはそのね分厚い柔道着の代表格だったんですが、そうですね、もう非常に持てないですからね。まあ、柔道着が分厚くなればつかめない、したがって、まあ、特に日本などが目指している組んで技を掛け合って、そして一本を狙っていく柔道ということからするともう正反対の動きということになるわけですね。そうですね、もう本当に組まないで足を持って倒す柔道に変わってきますよね。まあ、そういった意味では今回、まあ、日本の理事委員といったあたりが主張を繰り返しまして、首入ってますよ、入ってます、送り襟一面、これはトレノ苦しい、相手の足も殺しています。ロシアのミハイリン、園田主審が中を覗き込んでいます。我慢しているトレノ、参ったはしません、待てがかかりました。最後はどうやらトレノがうまく襟を外していきました。完全に入ってましたけどね、よく頑張りました。まあ、分厚い柔道着になりますとこの締め技も効果がないということで、そうなんです、締めようとするとねすぐ切られてしまうんですね、はい、これまでのルールの中には柔道着の厚さに対する規定というのがなかったんですが、まあ、今回は審判委員会を中心にその規制に乗り出したということで、まあ、そういったその分厚い柔道着は今度見受けられません。
ちょっとトレノーがここはうまく回り込んでミハイリンの動きが止まったところで待てです。今のところミハイリンの小内刈りで効果のポイント一つリードなんですが、ただ国際大会はですねリードしている方が少しでも悪いことをするとすぐ反則くるんですね。そこのところはミハイリンよく気をつけないといけないですね。試合時間はまだ半分以上あります。6年ぶりにヨーロッパチャンピオンに返り咲いた大ベテランのトレノーですが、大会ももう自分の階級最後の方に来ますとかなりへばっています。もう力的にはですねミハイリンの方が一枚上手ですね。先ほどもオランダのバンデンベルグと、まあ、どちらが勝ってもおかしくないというような、まあ、際どい判定でこの3位決定戦に勝ち上がってきましたトレノー。日本の井上康生はこのトレノーに勝ち、そしてイスラエルのゼイビが棄権ということで決勝進出を決めています。もうすでに男子では日本の篠原そして井上2人がそれぞれのクラスで決勝進出を決めている今日の大会初日です。さあミハイリンが懸命に攻めようというところなんですが、今園田主審に対して副審2人が指導を与えてはどうかという、もう指導を与えろということなんですね。ということですね。もう2人の副審がしましたから今度も指導を与えます。2対1というね、まあ、多数決の論理が働くわけですが、あフランスのトレノーにもうミハイリンが攻めていたんで指導、これで効果のポイント2つです。あトレノーの今引き込んでいくような技もちょっと会場のブーイングを呼んでしまいました。そうですね、まあ、よく取られやすい受け方ですよね。もうあんなのをですね、もう勝ってる方がやると必ずも取られますからね、はい。まあ、現在しかしポイントをリードされているトレノ、大きな技を狙いたい。今は組まずに相手の腕をこう脇で挟んでかけていくような、そうですね、あれからの大腰みたいにして持っていきたいんですが、もう往年の力がありませんね。なるほど。さあ帯を掴んだところで今度は小外掛け場内ですがポイントにはなりません。相手に上から掴まれたロシアのミハイリンの方が逆に技をかけていきました。銅メダルをかけた3位決定戦です。ちょっとこの辺りはもう本当にこうちゃんと組み合わずに見ていてもあれですね、このお客さんのブーイングが聞こえるのも分かるような内容と、そうですね、もう本当にね投げようとしてないんですね。ミハイリンもこのまま勝ちたいと、はい、トレーノーはなんか反則でもっと思うんですがなかなかもう自分の方がへばってしまって、もう2回目ですからねこの帯を解いたのは。あそうですね、こうやって時間を稼ごうというところなんですが、まあ、今帯が解けてしまった形なんですが審判の許可を得ずにこうやって導入を直すともう指導を取られてもおかしくないですからね。もう今は本当に、ね、ヨーロッパの審判ですとすぐ指導って言っちゃいますね。さあ逆に口木倒し技あり、今の足を取って小外掛けで最後決めましたね。最後は足を飛ばしていったロシアのミハイリン、ポイント大きくリード。ああもうトレノーはへたり込んで立てません。時間ももう残り40秒になるところです。まあ、ミハイリンの方も今はカウンター気味にかけていったわけですが、すみ返しから腕十字を狙おうというトレノ、こういった寝技も昔は本当にこうピッピッとこう切れたんですけどもね。そうですね、あれからね本当に後ろについたら怖い存在でしたよ、はい、もう日本の選手何人も取られてますからね。かつてはこの一番重いクラスのすぐ下のクラスというのは長身で手足の長いヨーロッパの選手が席巻していましたが、今大会では初出場の井上康生が決勝進出を決めています。
トレノーが隅返しを狙い、その上げた足をミハイリンが狙うという、まあ、終盤の展開。ここで試合終了です。ベテランを退けてこのロシアの代表として大会に参加したミハイリン、最後は本当に大のつく大ベテラントレノーを下しての銅メダルです。まあ、しかしミハイリンとしてはもっと積極的にね柔道をしたかったんだと思うんですが。そうですね、ただ最後までねきちんと組んでいい技持ってるんですからかけてほしかったですね、はい、もう今から本当にねヨーロッパを代表するこの階級の選手になってくるんですからね。ロシアのミハイリン勝ちました、銅メダルです。もう一方の試合場は不戦勝でカナダのニコラス・ギルが銅メダルを獲得しています。さあこれで今日の4つの階級3位決定戦がすべて終わりました。イングランドの中央部、イギリスのバーミンガムで今日から始まりました柔道の世界選手権。大会は4日間行われます。その初日、これから男女2階級ずつ4つの階級で決勝が行われます。まず女子の78キロを超えるクラス決勝進出はこちらポーランドのマクシモフ、対するは白い柔道着中国の演歌です。この大会の今年の大会の初めての金メダルが決まります。演歌には得意の技背負い投げがあります。さあ背負っていこうというところ、早くも変化が得意の背負いに行こうという体勢を見せました。盛んに技を出しているのは変化です。あの 重量級の中にあってですね、はい、これだけの動ける選手っていうのはやはり少ないですよね。そうですね、最も大クラスですからね、はい、ですからあの相手の選手が先にバテてしまって、はい、であのやられてしまうというケースが多いですね。お家に行きました。もうこれでおそらく指導が来るでしょうね。まだですね、まだ来ませんでした。こちらポーランドのマクシモフは今日は2回戦アメリカのローテン、まあ、背負ってった背負ってった背負ってった、これが演歌の得意技。しかしまだ十分に踏み切れていませんでした。マクシモフは2回戦アメリカのローゼンスティール、3回戦エジプトのラシッド、準決勝でイギリスのブライアントといずれも一本勝ちです。今日は非常に調子がいいですよね、マクシモフ選手。この選手もベテランですね、はい、そのマクシモフに今指導が行きました。ポイントでは中国演歌がリード。さあまた背負おうというところ、まだここまでのところマクシモフは技が出せません。大内に行った、これはポイントどうだ、有効です。これでポイント逆転、そして抑え込みマクシモフが入りました。袈裟固めがっちり入っています。これは意外な展開になりましたね。演歌が動き回るところに対して一発、はい、大内刈りからちょっとがっちり決まってますね。と難しいでしょうか、はい、抑え込みは今年から今大会から世界選手権では5秒ずつ短くなっていますが、1本は25秒、はい、今抑え込みで20秒が経過しました。さあ金メダルはマクシモフか、袈裟固め抑え込み1本、ワンチャンスをものにしたという感じですね。ポーランドマクシモフ、今年のバーミンガムの世界選手権金メダル第1号となりました。素晴らしい大内刈り、はい、まあ、体のねあの自分の体をうまく寄せてですね、はい、大内刈りをかけてその後の抑え込みが非常に早かったですね。まあ、マクシモフといいますと古くは1989年89年のベオグラード世界選手権で銅メダルを取ってですね、それからずっとこう常にメダルに絡んでくるような ね、 そうですね、はい、93年のハミルトンでは無差別でも金メダルを取りましたが、この最も重たいクラスでは初めての金メダルということになります。ベテランポーランドのマクシモフが中国の演歌を破って金メダルを獲得しました。この大内刈りから本当に山口さんが言うようにワンチャンスをものにしたマクシモフです、はい、男子100キロを超えるクラス決勝が始まりました。日本の篠原、4大会ぶりの日本のこの一番重いクラスの金メダルはなるか。
エストニアのペルテルソンがブルーの柔道着、日本の篠原が白の柔道着です。上村さん、この組手は十分ですね。今のところね、いい組手なんです。これから行かなきゃいけないんですね。はい、ちょっと技が出ません。篠原の場合ね、どうしてもやっぱり指導スターターなんですね、ええ、だからもう少しね、これから足技でどん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 攻めていくと相手に反則いきますから、出てこなきゃいけないです。相手は待てがかかりました。多分これでペルトルさんに、指導でしょう。篠原が効果のポイント一つリード。ちょっと篠原のあの釣り手に対して頭が下がっています、ペルテルソン。ただね、この左を気をつけなきゃいけないんですね、はい、今はいいですね。この組手を切ったらいけませんね。さあ、ちょっと十分の組手からまだ技が出ません。篠原、95年の幕張の世界選手権では銅メダル、前回パリの世界選手権ではドゥイエに敗れて不本意な内容、銀メダル。さあ、3回目のこの世界柔道で念願の金メダル獲得なるか。試合が始まって1分20秒経過。今、副審2人が両者に指導というふうに出しました。したがってポイントの上ではまだ篠原リード、ペルテルソンの方が注意ということになります。1分30秒が経過。さあ、またいい組手になりました日本の篠原。逆に今度は頭が下げられてしまいました。力がありますからね、はい、不用意な技はいけませんね。非常にペルテルソンはすくい投げとか得意な選手ですからね。もともとは95キロのクラスでバルセロナオリンピックにも出ていたペルテルソンですが、さあ今日の篠原の決勝の相手、潜り込もうという狙いがありますが、頭を下げてその篠原の足を取ろうという今の動きですね。そうですね、篠原がね、頭を下げさせてるんですね。なるほど。今の組手でいいです。頭を下げさせてね、相手に足技で追っかけていきますと相手はへばりますから、はい、そしたら大技にチャンスが生まれてきます。あ、さあちょっと組手はどうでしょうか。まだ釣り手が取れない。さあ技をかけに行く。篠原としてはまともに間合いを取って組んだ方がいいですね、はい、もう頭を下げさせてそれで前に出ていくと大体相手はへばってきますから。その釣り手を嫌っていますペルテルソン、ここでちょっと篠原が相手のね、首の横の方に釣り手を持っていったんで、もう気をつけなきゃいけないんですね、こういうところでも反則が来ますとまたすぐイーブンになってしまいますからね。はい、試合時間はちょうど残り半分というところまで来ました。今日解説の上村春樹さんはかつてウィーン大会の無差別のペルテルソンのですね、守りだということで警告です。警告になりました。これは篠原にとっては非常に大きなポイントが入りました。ほほー、ちょっとこれは驚きました。まあ、パリの世界柔道の時には逆にこのドゥイエにですね、反則負けを喫してしまいました。 その時とは全く逆の展開になっています。すでにペルテルソンから警告を取っています。残り2分。さあ、しかし技を出さなくてはいけません。おっと、危ない。尻餅をついて効果、相手の口き倒しに尻餅をついてしまいました。気負いにかけちゃいけませんね。やっぱりきちんとですね、相手を崩さなきゃいけないんですね、はい、今の腰の引けた状態から支えに行きましたから簡単に足取られてしまうんですね、はい、さあちょっとヒヤッとした篠原。残りは1分50秒を切っています。相手の警告による大きなポイントが入っていますが、しかし指導とそして今の口き倒しで効果のポイントペルテルソン2つ、今の大外刈りもちょっと遠かった。さあ、また主審が止めました。これはわからないですね。ここで篠原に注意、しかしこのままですね、消極的な試合で反則を重ねますとポイントの上で一気に逆転ということになります。そうですね、もう次もイーブンですからね、気をつけないと。効果は一つ分だけ今度はリードを奪われてしまうということになります。さあ、篠原技を出したい。篠原は一本取る力があるんですからね、いったらいいですね、はい、
去年のアジア大会では怪我をしながらも優勝、見事な柔道を見せました。さあさあチャンスですよ、チャンスだ。残り1分、動かす篠原、支え釣り込み足ちょっと危ない、相手は狙ってきます。さあこのまま、うん、ここで分けます。あ、ま、篠原に今来ました。これでポイントの上ではペルテルソンリード。これはないですよね。ただね、はい、勝ってる方っていうのはこう取られやすいんですよね、技はかけているんですけれども、ただ前に出なきゃいけないですね、篠原ピンチになります。残り50秒、一番重いクラスの日本の金メダル奪回はどうなるか。技が出ない篠原、大外刈り、直してきました、一本です、逆転。もうこれなんです、本当力あるんだからね、行けばこんな危ない試合にならないんですよ。ただよくやりました、よくやりました、逆転の大外刈り、日本に4大会ぶりの重量級の金メダル。力の差はこのくらいあるんです、あるんですね。ただ決勝だからどうしても安全に勝ちたいという気持ちって誰でも起こるんですよ、これも篠原が悪いんじゃないんですけどね、はい、ただやっぱりそういうですね、消極的な気持ちがやっぱり自分を窮地に出するんですね。ただその後は良かったですね、すぐ行きましたからね、金メダルを取りますと試合前に語っていた篠原、その言葉通り見事な金メダル、日本にとっても4大会ぶり。さあ見ましょう、相手の頭を下げておいて、思い切って入りますからね、引きつけて、もう完全な一本です。相手の背中が音を立てて畳の上に落ちました。日本篠原、日本として4大会ぶりの重量級の金メダルは得意技大外刈りでした。獲得をすぐ目の前で見ていました。庵野紀子登場です。78キロ級の決勝、前回72キロ級でしたが、その72キロ級に続いて連覇をかける庵野紀子です。決勝の相手は中国の李玉芳。さあ4分間に連覇をかける庵野です。まずいいところを掴んでいきたい庵野、ここを知ることですね。組み手争いから、さあ釣り手は引いたか、なかなかうまく組むことができません。この引き手の絞りが非常に厳しいですね、はい、この中国の李玉芳という選手はあまりこの世界の大きい舞台では馴染みのない選手ですね、はい、そうですね、アジア大会でトーレイという選手が、はい、出てましたが、その選手とも違いますし、はい、急激にここのところ力をつけてこの大会に出てきたんでしょうね。中国のトウ・レイという選手がアジア大会では金メダルを取りましたが、ここで両者に指導が行きました、まあ、両者が組み手争いでなかなか技が出せません。両者に指導です。前に出て安野選手は組んだ方がいいですね。大内に行きます。李玉芳、先ほども準決勝で韓国のカン・ミンジョン相手になかなか序盤は苦しいところがありましたが、この組み手はいいですからね。ここでさあ技を出したい、はい、技を出したいところです。ん、おっと、庵野にだけ注意が来ました。そうなんですよね、これがですね、理不尽に思えるんですが、はい、難しいところなんですね。ですから本当にどっちに来るかわからないんですね、はい、片方にだけ上げなきゃいけないわけじゃないんですけれども、はい、最近特に両者に行かないという傾向になってきています。そうなんですよね、はい、ですからちょっと攻めればすぐ行くんですね、相手にも。庵野にも一発の技があります。一本も取れる技があります。組み手を嫌っちゃいけないですね。とにかく組みていって多少不十分でも技に入らなきゃいけないです。そうでした、はい、これでいいんです。じっくり持って技をかけるなんていうチャンスはですね、はい、ほとんどありませんから、もう片手でも不十分でもやっぱり技を出すと、それがきっかけになって次へつながっていきますからね。
さあしっかり組んで技を出したい安野。今の攻めでいいですからね。さあ釣り手を引き手を引いて逆に技を出していくのは李玉芳です。画面の左上、日本のところは1のみ効果1つだけ、中国のところは1-0になっていますが、これは注意です。ですからポイントではこちら中国の李玉芳がリード。しかしまだ残り時間は1分45秒あります。釣り手を掴みに行かなきゃだめ。さあ掴んだ。そうですね、はい、技を出したい安野、連覇がかかります。こういった選手とはですね、はい、待って組むと相手に先に組まれますから、やっぱり前に出てついて出なくちゃいけないんですね。あの準決勝のカンミンジョン戦と同じような形でいけばいいわけですね、はい、どんどん攻めて、ここから後半、先ほどやったようにですね、はい、不十分でも技を出していかなきゃいけないです。しかし逆に技を出したのは李玉芳、大内刈りを見せてきました。連覇がかかる安野。この李玉芳の今の技もですね、はい、下手をすると掛け逃げを捉えるんですね。はははポイントでは今イの方がリードしています。安野リードされています。待っちゃダメです、ここで待っちゃダメですね。奥襟を掴んでいるのは李玉芳。なかなか安野はうまく組ましてもらえません。残り時間1分余り。もうやはり頭を切り替えてですね、はい、うまく組めなくてももう技を出すという気持ちが大事ですね。キレのいい背負いもあります安野。なかなか組ましてもらえない。前に出ていれば組ましてもらえなくてもですね、相手に注意きますから。大内刈り1対1本、安野逆転の連覇。大内刈り鮮やかな切れ味、前回に続いて安野紀子金メダル獲得です。来ましたね。残り1分を切ったところ苦しい立場でしたが、非常にキレのある安野らしい大内刈りでした。いや本当にあの先ほどマクシモフがかけたのと同じようなですね。本当そうですね、はい、もう、はい、タイミングといいワンチャンス、いいとこ入りました。まあ、こういう苦しい試合展開でも確実にものにしていかないってはいけない安野、素晴らしい大内刈りでした。はい、見事な大内刈りです。安野紀子、前回に続いて2大会連続で金メダルを獲得しました。いやー、綺麗に決まりました、はい、決めがまた非常に良かったですね。はい、相手が組みに来たところをですね、大内刈り、篠原に続いて安野紀子、日本今日2つ目の金メダル獲得です。井上康生登場、100キロ級の決勝です。相手は韓国のジャン・スンホ、コバルトブルーの柔道着に身を包んだ井上康生、初出場での金メダルはなるか。試合時間は5分です。上村さん、この長身のジャンに対して一番注意しなきゃいけないのはどういうことでしょうか。奥襟を持たれてですね、今みたいに追い込まれないことなんです。はい、ええ、井上としては常にこう首を起こしていきたいんですね。そうですね、間合いを取ってね、きちんと戦いたいですね。さあ逆に相手の奥襟を狙いにいった井上です。さあまたジャンは半身の体勢、非常に変則的です。足を出さなきゃいけない。さあ大内刈りだ、大内刈り、そのまま押していきますがダメ。いいとこ入りましたけどね、ちょっとリーチのある足の長いジャンがここはうまく受けました。試合が始まって40秒、前に出ている井上康生です。さあまた半身できた、それに対していい姿勢で受けている井上、待てがかかります。この辺りの攻防で主審が待てをかけると本当にヒヤヒヤしますが、そうですね、まあ、どちらに反則来るかで予想つかないですからね。はい、今は守りの姿勢ということで、井上康生の方に指導です。さあ抱える、逆に内股に来たジャン、すくい投げを狙う井上です。ただ守ってなんか全然いないのにね、いない、はい、守りだって取っちゃうんですね。さあ大外刈り、
技のキレは、うわ、そして巻き込む、払い巻き込みは有効。いいですね、相手よく見えてますよ。逆転です。大外に行くと見せて相手が頭を下げてきました。そうですね、それをもう払い巻き込みに巻きました。さあ有効で逆転。ただ気をつけないといけないのはですね、反則っていうのはもう一つ来たら今度は有効と一緒ですからね、そこを考えてよく攻めていかなきゃいけません。日本の井上です。春先は不調でした。去年のアジア大会の見事な強さを見せることができずにここまで来ました。しかし今大会はそのバランスの良さ、本来の形を取り戻しています。さあまた大内刈りに行く、大内刈り行く、大内刈りはジャンが耐えた。さあ今度は内股、ここは待っていましたジャン。しかし積極的に攻めています。攻め方はいいです、はい、足から、それから払い腰、内股ですからね。そうですね、特にいいところ足技が出てますね。そうですね、もうあの足技が出るとね、非常に次の内股に変化しやすいですからね。2分が経過します。ポイントの上では有効を取った井上リード。ああ、しかし帯を取られた。すくい投げを狙ってきます。これはしかしあまりいい技ではありません、韓国のジャン。ただ韓国のジャンはね、反則狙いできますからね、はい、そこのところ気をつけなきゃいけません。ああ、井上康生の肩の上に写真が、あの観客席見えますが、6月21日に亡くなったお母さんの和子さんの家、お父さんの明さんが抱いてこの会場に来ています。くも膜下出血のために51歳で亡くなりましたお母さんの和子さん。あ、今もちょっと見えていました。お父さんの明さんはずっとついてきた兄の友和選手に、お母さんを連れてきたぞというふうにメッセージを託したそうです。さあその井上、内股だ、ダメ、ドット、有効です、ね、有効。ちょっとまたがれるようなところですが、副審の一人は技ありを宣告するほどの勢い、有効2つ。さあ積極的に出る井上、日本男子の最年少です。さあ抱える。韓国のジャンはここで前に出てきますが、あまり強い技ではありません。さあそして寝技を狙う。いいですよ、入りますよ。ああ、ここは逆にジャンも反撃に出ました。井上寝ても積極的ですね。そうですね、いいですね、今のちょうど相手をねよく見てますよ。相手が出てきた時にすかさず合わせて内股っていうんですね。先ほどは頭を下げたところで巻き込んでいきました。相手がよく見えている井上です。大内刈りだ。さあ大外を狙う、足技もよく出ている。さあそして払っていく、これは引き手が離れた。しかし攻めています。もう相手に反則が来てもいいでしょう ね、 そうですね。井上康生に指導が来ていて、この韓国のジャンの方には指導がありません。多分取るでしょう。ああ来ました、指導です。反則のポイントでも並びました。さあ井上前に出続けながら、さあ3分が過ぎました、残り2分を切っています。相手が釣り手を変えたところ技をかけに行く。なかなか変幻自在といいますか、変化に富んだ柔道をしています。うん、相手の大外を受けた。大外返しはしかし、今、ね、両方かけてたんですけど、引き手が外れましたね。いや、なかなかスリリングな、非常に面白い試合になっています。ただヨーロッパの観客の皆さんも本当に喜んでますよ。はい、こんだけの攻防を見せると。さあ注意が来た。有効ポイント3つリード。さあ抱えた。日本の篠原、そして安野と2人が決勝で一本勝ち。イギリスバーミンガム、たくさんのお客さんを飲み込みましたナショナルインドアアリーナ、お客さんたちも本当に固唾を飲んで見守る素晴らしい一戦になっています。1分30秒を切っています。井上が技を狙う。さあジャンも来た、返す、返していくのはダメです。できれば先にかけたいですね。そうですね、もうあと1分ですかね、はい、もうあと本当に気力を絞って戦ってほしいですね。男子100キロの決勝、さあ技の掛け合い、あっとっと、待てです、待て、待てです。あれは気をつけないといけないんですね。背中越しに取られて大内刈り、長身のジャンにとっては一つの大きな武器です。残り1分11秒、ジャンが前に出てくる。さあ内股を狙っています。大内刈り、あっと抱えられた、と危ない、腹ばいです、腹ばい。よく逃げましたね。よく試合が井上康生、ジャンも力があります。
さあ時間はまだ57秒。井上最後まで攻めたい。技をかけに行ったところを今救われようとしました。さあ大内刈りだ。袖を引き手掴みたいところなんですが、まだ肩越し、この相手の釣り手に苦しんでいる大内刈り。さあ支え釣り込み足、そして寝技に持ち込もうというところ。残り30秒になります。いいですよ、はい、下がってないからいいです。相手のエリアでね、あの試合をしてるんですね、もうかなりですね疲れてると思いますけど、あんだけ普通技をかけたらかなりへばってくるんですが、まあ本当に 若さですね。気をつけなきゃいけないですよ。さあ抱えに来る。ああやってズボンを使う大外に行く。さあ井上康生技をかけたい。残り20秒になります。大内刈りだ。残り19秒。ああ井上もかなり疲れています。もう両方ともね、もう本当にもう主力を尽くしてますからね、はい、さああとは遠くから来る口き倒しなどに注意したいところですが、さあ残り15。大内刈りだ。まだ攻めている井上、最後まで行きたい。ちょっと頭が下がった。待てがかかってしまった。残り7秒で時計が止まっています。井上疲れた。ああそのままです。残り4秒。さああったすくい投げはしのいだ。待て残り1秒。危ないですね。もうあと1秒ですからね。もうこれで終わりです。はい、有効ポイント3つリード。井上康生初出場で世界の頂点へ。優勝井上康生。本当よくやりましたね。もう最初から最後まで攻め通すと、はい、もうそして確実にねポイントを上げて勝ったと。もうこれから本当ねこの階級の大黒柱になってきますよ。ああ泣いています。最初は笑顔、そして涙。日本21歳の井上康生、初の世界選手権で金メダル。今年6月に亡くなったお母さん和子さんに捧げる金メダルです。高野コーチ、さあその井上康生の技、もうこれからね本当ヒヤッとしましたけどね、はい、このすくい投げには。ただ体柔らかくてよく防ぎましたね。非常にバランスでしのぎました。もう最後は持ってる力を全部振り絞った両者、非常にスリリングな試合で大きな拍手が最後沸きましたが、井上康生初出場で見事この100キロ級、ああこれはポイントを奪った内股です。そうですね、もう本当最後まで諦めずにもう積極的に取ってもなおもですね攻めていったのが勝因となりましたね。はい、これも危なかったですね。ヒヤッとしましたけどね、よく体をひねって防いでます。春先に一本取られてしまう不調が続いた井上康生だったんですが、もうあれからねだいぶ悩んで、はい、そして足技をね使ったらいいということに気づきましたね。なるほど。内刈りとか大内刈り、あるいはその支え釣り込み足、そういう技をですね使うことによって自分のまた攻めのパターンというのがたくさんになってきましたね。日本の男子は今日は100キロを超えるクラス、そして100キロ級、日本の篠原、井上2つの金メダルという素晴らしい滑り出しになりました。いや上村さん、もう本当に重いクラスでですね念願の金メダル。そうですね、もう久しぶりですね1日目でこのもう3つも男女合わせて3つ、そして4つのメダルを取ったっていうのはですね、もう本当明日にですねもうぜひつなげたいところなんですが、特に篠原、井上について一言ずつ触れていただくと、まず篠原。篠原もねよくもう優勝しなきゃいけないというプレッシャーを跳ねのけて、もう最後はですねもう追い込まれましたけど、やっぱり力を振り絞って一本勝ちした、これはもう素晴らしかったですね、はい、見事な大外刈りに場内が沸きました。そして井上康生、もう本当に最後はエネルギーを使い果たすような。そうですね、もう本当ね観客の皆さんもですね、もう本当の日本の柔道こんだけ攻めて、本当この拍手でですねもう井上の柔道の素晴らしさというのが分かったんじゃないかと思います。今日は男子の2人、出場した2人ともが金メダル、最後まで見事に攻め抜くという、まあ、日本の目指している組んで技を掛け合うという柔道を本当に見せてくれました。井上康生が100キロ級で金メダル、そして韓国のジャンソン・ホが銀メダル、
ロシア、ミハイリン、カナダのニコラス・ギルが銅メダルというのが男子100キロ級です。そして100キロを超えるクラスでは日本の篠原が金メダル、エトアニアのペルテルソンが銀メダル、銅メダルは中国のハン、トルコのタタログルということになりました。吉田は7年前のバルセロナオリンピック金メダリスト、4年ぶりに世界選手権の代表に復帰しましたが、もう30歳、ピークは過ぎたという声もある中で再起にかけます。準決勝では得意の内股から大外刈りに変化して一本勝ち、ベテランらしいうまさを見せて決勝に進みます。決勝の相手はモルドバのフロレスク。開始2分でした。金メダルに向けて残り時間は間もなく3分。内股一本、優勝です。吉田秀彦、オリンピックに続いてようやく2冠達成。吉田は4回目の世界選手権で初めての金メダル獲得です。オリンピックはもう1年1回目ですぐ取れたんですけど、この世界選手権ね、もう4度目で、8年ってやっぱり長かったですから、もうやめようと思った時も何回もありましたんで、本当に嬉しいですね。世界に通用する日本選手が少ないと言われてきたこの階級で、シドニーオリンピックを前に頼もしいベテランの復活です。女子63キロ級の前田は豪快な背負い投げで平成の女三四郎の異名を取る19歳の新鋭です。決勝では開始直後、逆に相手の背負い投げで有効を取られますが、まだまだチャンスはあると焦りはありませんでした。背負い投げ、背負い投げた、一本勝ち、前田逆転、よし、19歳の金メダリスト誕生。前田はオール一本勝ちで金メダル、初出場での優勝は日本の女子選手として初めてです。全然本当プレッシャーがなくて、一試合一試合も自分の柔道を出し切って、もう楽しい、もう思い切りのある柔道をしようと思っていたので本当に良かったと思います。この結果、日本がこれまでに獲得した金メダルの数は男女合わせて5つと、大会2日目を終わった時点で早くも前回の4つを上回りました。本当におめでとうございました。で、2日目このほか2階級が行われました。藤井正道さん以来ということになります。大会4連覇を目指して、これから日本田村亮子、キューバのサドンとの対戦です。93年のカナダハミルトン大会からこの世界選手権ずっと負けていません。6年間世界チャンピオンの座を守り続けてきました。対するはこちらも実力者、そして田村のライバルです、キューバのサボン。この両者は過去10回の対戦、10回とも田村が勝っています。さあ決勝が始まりました。4連覇に向けて田村です。そうですね、今みたいに足を使った方がいいと思いますね。お互いにもう相手はよく分かっています。これが11回目の対戦。ここからの袖釣り込み腰をこのサボン選手は得意としています。はい、ありますね。これですね。これです。そして逆の背負いもあります。今日はしかしもう一つ足技が出ない田村。そうですね、こういうふうに止まるシーンが時々見られますから、はい、足技を出しながらこう相手を煽って引きずり回していきながらというのが一つ田村の柔道なんですが、両者に指導が来ました。さあまず足技で崩してから得意の大技に行きたい田村。キューバのサボン選手とすればですね、はい、動きますと田村選手の足に引っかかりますので、なるべく動かないで固めて勝負をしたいというところなんですね。まあ、サボンにとってはこの田村がいなければもう何度タイトルを取ったかという試合がたくさんあるわけなんですが、はい、国際大会は総なめにした年もありました。そうでしたね。しかしこの大きな大会になりますと常に田村が立ち上がってきました。さあ組み合った田村、足技を出したい。そうですね、動きたいところです。4連覇がかかります田村。足を狙っている、両者がちょっと腰が冷えています。背負っていった、
できるならば少し崩してから相手を振り回してからこの背負いに行ってほしい田村です、はい、チャンピオンの座を守り続けるというプレッシャーの中でしかしこの大会もこの決勝まで上がってきました田村亮子。さあサボンが桶を飛ぶ内股に行きます田村。いい組み手ですよこれは。さあ崩しておいて崩しておいてしかし場外です。キューバのロナルド・ベイチスコーチが盛んにオーバーアクションで指示を出しています。まあ、どちらもやはり一本を取る技持ってますんでね、はい、なかなか。さあ背負っていく。今回も十分にこれがロナルド・ベイチスコーチですが十分に田村対策は考えてきた、何かというのは秘密だというふうに話していましたがこれがとにかく11回目の対戦まだ一度も勝っていないサボン。さあ今度逆に背負っていく田村、相手のこう袖を引っ張るようにして、ここの寝技は注意が必要ですね。なかなかサボン選手、はい、寝技にもいいものを持っております。残り1分35秒というところで時計が止まりました。こちらは山本コーチ、先ほどの背負い投げですね。もう少し動きたい田村。そうですね、ここで足を使いたいですね。かき回したいところです。さあまた背負い投げだ、はい、しかしこれは十分ではない腹ばいです。着々とですねこういった小さなポイントは積み重ねていってるんですね、はい、ただポイントとして加算されていかないと、はい、最後何か来たといいんですね。そうなんですね、はい、貯金が一気になくなってしまうことになります。さあ残り1分を切りました。ポイントでは両者並んでいます。そろそろサボンも勝負に来るはずですよ。互いにかなり牽制し合います。十分に手の内を知り尽くした同士。やはり今日の田村はもう一つ足が出ませんね。そうですね、まあ、このまま何も起こらなければ判定は間違いなく田村選手だと思います。ポイントでは今ともに指導のポイントが一つずつ相手にいっています。しかしここはすっきりと4連覇に行きたい田村、はい、もう残り時間20秒切りました。この後にも動きがもう一つ今日はない田村。サボン選手も技が出ないですね。サボンも大丈夫でしょう。ここで試合が終わりました。大丈夫でしょう。田村選手も勝ちを確信していますね。両者ポイントでは並んだまま旗の判定になりました。女子の48キロ級の決勝、日本田村亮子4連覇なるかどうかは旗の判定です。青い旗が上がれば田村亮子の4連覇、ね、青3番日本田村判定勝ちで大会4連覇。世界選手権の歴史の中で大会4連覇というのは田村が男女を合わせても3人目です。6年間守り続けてきたチャンピオンの座、その精神的な重圧の中 で、ね、このパリの世界選手権でも最後にまたこの田村が笑いました。サボンはまたしても田村の前に涙を飲みました。そうですね、本当に少佐ではあるんですけれども、はい、やはりサボン選手は一歩攻めることができないですね。そうでしたね、はい、逆に田村のことが分かりすぎているだけに、そうですね、警戒しすぎたというところもあったかもしれません、はい、見事に田村亮子この48キロ級で大会4連覇達成です。素晴らしいです。大会4日目最終日、出場した4人の日本選手は全て決勝進出。そしてまず田村が金メダル、続いて60キロ級の徳野和彦がこのキューバのプロットと金メダルをかけて対戦します。徳野は去年12月のアジア大会のチャンピオン、そしてプロットの方は今年のパンアメリカン大会のチャンピオンです。このプロットはですね、はい、非常にこの反応がいいと言いますか、
微小性のある選手なんですね。この細川コーチも一番こう警戒するグループの一人に挙げていましたよね。はい、非常に反応がいいもんですからね、もうちょっとしたところで投げていきますから、注意が必要だと思います。徳の得意の背負い投げ、巴投げ、それを呼び込む足技が必要です。さあ小外刈り、効果を取ったのは徳野。今の小外刈りですね、はい、よく使うんですね徳野は、はいはい、非常にこう体が柔らかいんですよね、はい、相手にこうぶら下がるようにして足を飛ばしてきます。まず効果を一つ取りました。まず相手の出鼻をくじく形になって、もっとこう足技を使って揺さぶって、そして得意の大技に持っていきたいところ。今度は小内で相手がガクッと落ちました。今みたいに足をですね出しながら揺さぶって得意の背負い投げに持っていきたいというところだと思いますが、はい、男子60キロ級の決勝は1分10秒が経過したところ、徳の効果一つリード。さあ背負いはちょっと回りすぎました。あ、ここで相手キューバプロットの方に指導が来ました。これで効果のポイント2つ。さあこれで前に出なくてはいけないプロット、前に出てくれば得意の背負いがあります徳野。さあここで相手の出足を止めて、独特の間合いです。相手の技はことごとくかわしている。危ない、あった危ない、一本キューバのプロット体落とし、受けましたね。今徳の一本負け、ちょっと片襟だったんですけどね、はい、ちょうど右に回り込むところに体落としが決まりましたから、軽量級のこの恐ろしさなんですよね、もう軽いですからもう受けると飛ぶんですね。こうやって徳のもろに食らってしまいました、このキューバプロットの体落とし。プロットが金メダル。徳の世界選手権初出場、初制覇はならず。奥襟をですねちょっと取られすぎてたんですね、はい、ちょっと心配してたんですが、まあ、動きとしては徳野非常に良かったんですかね、はい、足も出てましたからね、はい、いやそれにしても見事に決まりましたこのプロット。パンアメリカンのチャンピオンですが一気に世界制覇。ここで片襟なんですけどね、はい、あそうですね、はい、ちょうど右に回り込もうとしたところに片襟からの体落としですね、足がかかってしまいました、はい、かかとがガチッと徳野の足が逃げるのを防ぎました。不用意に受けましたね、はい、残念ながら徳野は銀メダルということになりました。バーミンガムで行われている柔道の世界選手権もいよいよ女子はこれが最後の階級ということになります。無差別の決勝、日本二宮美穂が初日の銅メダルに続いて今度は金メダルをかけて登場です。対戦相手は強敵キューバのベルトラン。前回のパリの世界選手権でこの無差別金メダルを獲得しているのがベルトラン。4分間の決勝が始まりました。ベルトランの払い腰、これ言った技を不用意に受けちゃいけませんよ、先に攻めることです、はい、今度は逆に小外掛けに行きましたベルトラン。二宮としては先ほどのように足技を出して、はい、大内から体落とし、あるいはオーストガリー動いていきたい二宮です、まあ、ベルトラン選手とすれば、はい、投げるというよりは大内に行った、やはりこうやって技を出して反則を取って勝とうというですね作戦だと思いますよ。ベルトランは背負っていきました。前回のパリの大会の時無差別で二宮は2回戦でこのベルトランに敗れました。その後敗者復活に回って銅メダルを獲得しています。しかし今年に入ってからはフランス国際でベルトランを破って優勝したのが二宮です。はい、先に技を出せばですね相手の方がバテてきますから、
一本を取るチャンスもあると思います。また払い腰に行くベルトラン。組み手争いというとどうですか、二宮は。釣り手の方ですね、はい、襟を持った方の手をですねどうしても持ち負けてますので、はい、相手に技を仕掛けられますね。木村コーチはとにかく足技が出るときは二宮の好調なのに、はい、リズムに乗せれば二宮は力を発揮するという話をしていますが、そうですね、ここは強気で攻めてもらいたいところです。さあ組み手争い十分に組めるか、先に出してほしいですね。ここ今もっと止められた。そうですね、両者に指導でしょうか。両者に指導でしょうか。二宮だけに指導が行きました。このタイミングで 取られたので、はい、どうしてと思われるかもしれませんが、そこまでのところでやはりベルトラン選手の方が技を出して体落としです、ね、はい、これでいいんです。得意の体落とし、はい、どんどん攻めていって、はい、逆にかえってですね、二宮選手指導を一つ取られた方がペース上がってきますから、その方がいいかもしれませんか、はい、いいと思いますよ。必ず取れますから。そうですね、はい、また体落とし投げられますよ。投げれますからね。今日は二宮は2回戦フランスのジョランを、はい、3回戦オランダのハーテベルト、そして準決勝でブルガリアのボジロバを破って、はい、今前と体落とし行ってますからね、はい、この辺りで大内刈り後ろですね、前を見せて後ろもですね面白いと思いますけれどもね。おそらく指示が出てるはずですが、まだ時間はたっぷりあります。もう力ありません。大内そうですね、大内もう1回、そして体落としがある。あっと逆にやられてしまった。ベルトラン1本だ。いいリズムで二宮は攻めているところでした。ちょっと追っかけすぎましたかね。強気で強気でいいリズムで攻めていた二宮でしたが、その反撃を縫われてしまいました。そうですね、攻めた後ですねちょっと体が流れましたね。キューバベルトラン、この無差別連覇です。前回のパリに続いて無差別金メダルはベルトラン。残念二宮、悔しいですね。攻めていながらでしたが、はい、この辺りも二宮の流れだったんですが、そうですね、ここでですね釣り手を持っていなかったんですね。はい、これが相手の方がしっかり握っていたところがですね、はい、やはり、まあ、しかし攻めに行ってるんです ね、 そうですね、負けですから、はい、これはもう致し方ないと思います。そしてメダルもこれで銀メダル獲得です。二宮は前回に続いてこの大会も銀メダルと銅メダル、前回以上というわけにはいきませんでしたが、前回と同じ銀と銅2つのメダルを獲得しました。ベルトランが2連覇を達成しています。さあいよいよこの大会も最後の試合ということになりました。男子の無差別、日本の篠原慎一が2階級制覇をかけて登場します。左からブルーの柔道着、対戦相手はトルコのセリム・タタログル。ヨーロッパ選手権のこの無差別級2年連続チャンピオンという相手です。篠原は今日はイタリアのブライドッティ、オランダのバンデヒースト、ルーマニアのムンテヌア、そしてベルギーのバンバルネベルド、すべて一本勝ちです。今大会は一本勝ちが一番割合の多いものに一本トロフィーというのが男女に贈られることになっています。これ篠原最後の試合ですので、はい、最後篠原に、締めてもらいたいですね、はい、いい試合で。初日に行われた100キロを超えるクラスで破っているタタログル。試合5分間が始まりました。場内は静かになっています。早く持った方がいいですね。はい、あ、抱えられた。相手タタログルはパワー柔道、しかも体が非常に柔らかいんです。横から持ってきましてね、はい、接近して腰に乗せて大腰を 狙ってると思うんです。それ乗りますとですね、非常に危ないと思いますので、はい、きちんとやっぱり間合いを取りながら篠原のペースで行ってもらいたいですね。まず左手で相手の右襟、あっと抱えられた。ちょっとこの体勢危ない。内股に行く、よし、1本、よし、いいぞ。篠原2階級制覇、よかった。史上4人目、
2階級制覇です。いや、いい打ち方でしたね。最後も見事な一本勝ち、オール一本勝ちで見事な世界制覇。いや、頑張ってくれました。開始わずか36秒です。そのパワー、そして技術、見事に世界の畳の上で披露しました。もう名実ともに世界一の力があると言ってよろしいんじゃないですかね、はい、ここはグッと抱え込んで狙っていきました。相手もあの大腰を、はい、狙ってるんですね。跳ね上げて、最後は体を浴びせて思い切りいきました、一本勝ち。最後 あの体を浴びせるこのまとめがですね、非常に良かったですね。しかもこれは開始早々から積極的にいってましたね、はい、もう一本狙ってたと思います、はい、相手もですねここから腰をかかえてですね後ろに返そうとするんですよね、それを前に崩しといて内股です。粘りのあるね、はい、タタログルですが本当に最後にもう逆に持っていきました、はい、体をですね合わせていきましたので、あのよくまとめて一本にしましたね。世界選手権史上あの95年日本で行われた幕張大会のドゥーイエ以来の2冠制覇ということになります。これまでに2冠制覇を達成したのは81年オランダマーストリヒト大会の現在の男子のヘッドコーチ山下康弘さん、そして89年ベオグラード大会の小川直也選手以来、日本選手としては3人目の2階級制覇。いやそれにしても見事なオール一本勝ちによる無差別の制覇ということになりましたね。いや素晴らしいですね。これで今日は4人の選手